絶好の行楽日和、久々の休日、目いっぱい楽しんでいくわよ。ねえマーキー、何よそのテンションは。遊園地好きじゃないの？そういうわけじゃないけど、っていうかニコちゃん、なんで私たち二人で遊園地に来てるの？昨日の夜電話で言ったでしょ、商店街の福引きでペアチケットが当たったから一緒に行きましょうって。ちゃんと聞いてた？いや、だからなんで私となの？せっかくの機会なんだから妹さんたちと楽しんだ方が良かったんじゃない？でもペアチケットだから入場券は2枚、それに対してニコと妹たちは全員で4人、2人分足りないでしょ。そうなると2人が家でお留守番ってことになるから、遊園地に行った方もなんか申し訳なくて、楽しもうって感じになれないしね。あ、そっか、確かにそうかも。まあ、あとの2人分はニコが出してあげてもいいって言ったんだけど、無駄遣いは良くないって心が断として譲らなくてね。で、福引きを当てたのはお姉ちゃんだから、お友達と楽しんできてってみんなが言ってくれたから、マキに声をかけさせてもらったのよ。なるほど、そういうことだったのね。というわけで今日は二人で遊園地を回って楽しみましょう。妹たちには後でお土産を買って帰る約束をしたし大丈夫よ。ええ、わかったわ。私も遊園地は久しぶりだしね。よーし、じゃあとりあえずマキは何から乗ってみたい？私はニコちゃんが乗りたいものだったら何でもいいわ。いや、そこはマキが希望を出してくれていいのよ。今日はニコに付き合ってもらってるわけだしね。そう言われても、いつもはパパやママが面白そうなものを勧めてくれてたから、自分から選んだことってあんまりないのよ。アトラクションも自分から乗るより見てる方が好きだったし。だからもしよければニコちゃんが何に乗るか決めてくれない？はい、ニコが決めるの？どうしたの、ニコちゃん？ごめん、こういうところだといつも妹たちと一緒に回って乗りたいものを聞いてたから、自分で決めるのって初めてかも。なるほど、自分のことよりも周りに気を使う。ニコちゃんのそういうところってやっぱりお姉さんなのね。うるさいわね、もう習慣みたいになっちゃってるんだからしょうがないでしょ。でもなんか羨ましいな。私は一人っ子だから、兄弟とか姉妹とかってちょっとだけ憧れるかも。そう？だったらそうね、今日限定でニコのことをお姉ちゃんって思ってそう呼んでくれてもいいわよ。え？ちょ、なんでそういう話になるのよ。いいからいいから、二人だけの秘密ってことにしておいてあげるから、試しにやってみましょうよね。わかったわ。おね、いやいや、何言わせようとしてるの。いくらなんでも恥ずかしすぎよ。今のマキの照れてる顔、なかなか可愛かったわよ。望みじゃないけど、写真に撮っておけばよかったわね。そんな風にからかうんだったら私、もう帰ってもいい？ごめんごめん。とりあえず定番の絶叫マシーンに乗ってみましょう。マキの悲鳴を上げるところ、楽しみだわ。なんか今日のニコちゃん、ちょっと意地悪なんだけど。って、
絶対悲鳴なんかあげないからね。はいはい、それじゃあのコースが大回転してるジェットコースターから始めましょう。大丈夫？ニコちゃん顔真っ青なんだけど。侮ってたわ、最近の絶叫マシーンってあんなに高速でぐるぐる回って走るのね。気持ち悪い。すごい絶叫だったわねニコちゃん。あんまり大きな声だったから私そっちの方に気を取られて驚くのを忘れちゃってたわ。久しぶりに乗ったから少し戸惑っただけよ。じゃあ次はあれ、高いところから落ちるだけだから今度は目が回ったりしないわ。ニコちゃんあんまり無理しない方が。平気だって言ってるでしょ。それじゃいざ突撃。ニコちゃん足ガクガク震えてるけど一人で歩ける？歩けるわよ。何よあのマシン、ギリギリまでブレーキかけないなんて何考えてるの。怖くて悲鳴あげちゃったじゃない。いやだってあれって絶叫マシンだから乗ってる人を叫ばせるためのものでしょ。だからって限度があるわよ。お化け屋敷？確かに定番だけどあそこってものすごく怖いって評判のところだしやめておいた方が。いいの？ニコだけ叫び続けてたのが悔しいのよ。こうなったら意地でもマキに絶叫させてやるんだから。なんか目的が変わってきてない？ニコちゃんだから言ったのに。何よあのお化け、作り物とかじゃなくてリアルの人が追いかけてくるってどういうこと。あんなの反則よ。っていうかあれ生きてる人間がメイクしてるだけよね。まさか本物のお化けなんかじゃないわよね。偽物に決まってるじゃない。もし本物だったら大騒ぎになってるわよ。そうだったらいいんだけど。叫びすぎて疲れたわ。うわ笑った。マキ今笑ったわね。ごめんね。でも今のはニコちゃんを笑ったんじゃなくて楽しかったからよ。さっきも言ったけど私は遊園地で楽しんでる人を見るのが好きなの。怖いアトラクションでも終わった後で笑い合ってるところとかね。けど私のパパとママってどこを回っても楽しかったって私のことばっかりで、だから本当に遊園地を一緒に楽しんでくれてるのかよくわかんなくて、それが気になったりしてあんまり集中できなかったのよ。へえ、なるほど。周りのことを気にしすぎちゃうところってマキもニコと似てるわね。うん、でも今日はとっても楽しいわ。一緒にいる人がこんなにも楽しそうにしてくれてるからね。まあニコはさっきからいろんなアトラクションで叫んでばっかりでちょっと情けなかったけど。うん、そんなことないわ。今日は誘ってくれてありがとうね。おねえ、今のはそのなんでもない。次は私が決めてもいい？せっかくだしいろんなアトラクションで楽しみましょう。うん、いいわよ。で、今向かってるところってまた絶叫マシンじゃない。冗談じゃないわ。あれ
はあんた一人で乗りなさいよ。あら、いいじゃない。ニコちゃんが楽しんでるところは一番近くで見ておきたいし、こんな風にね。うわ、いつの間にスマホでそんな写真を。消しなさい、今すぐに。じゃあ、あっちのアトラクションまで競争しない？私よりも早く着いたら考えてあげるから。はい、